デリフォ・カブレラはアルゼンチンの陸上競技選手。1948年ロンドンオリンピック男子マラソンの金メダリストである。カブレラはアルゼンチン北部のサンタフェ州出身。青年時代はサッカーの選手であったが、1932年ロサンゼルスオリンピックのマラソンでファンカルロス・サバラが金メダルを獲得したのに感化され陸上に転向した。 1938年にブエノスアイレスに転居。同年の国内選手権の5000メートルで優勝し、初めての国内タイトルを獲得。その後、カブレラはさらに9つのタイトルを獲得するが、マラソンで優勝したことはなかった。カブレラは第二次世界大戦では陸軍に従軍。そこで後のアルゼンチン大統領となるフアンペロンと出会う。戦後は、 ペロンの友人としてペロン率いる正義党の党員として精力的に活動。1949年には勲章を授かっている。1948年ロンドンオリンピックはカブレラにとって初めての大きな国際舞台となった。この大会カブレラはマラソンに出場。レースはベルギーのエティエンヌ・ガイいが終始レースを支配。ところがガイは戦闘で スタジアムに現れたものの残り400メートルで転倒起き上がったものの再び転倒40年前のロンドンオリンピックのドランド・ピエトリの悲劇の再現となってしまった。この間にカブレラとイギリスのトーマス・リチャーズががいいを追い抜き、カブレラがリチャーズに16秒差をつけ金メダルを獲得した。カブレラは4年後の1952年。 ヘルシンキオリンピックのマラソンにも出場したが6位に終わっている。その後、1954年のボストンマラソンで6位という結果を残し現役を引退。引退後は体育教師となった。ありがとうございます。